続きましては奈良県北葛城郡の白浜ひろみさんです、はい、今日のテーマは素材そのものが豪華なので、うん、いっそシンプルに即席ローストビーフはいかがでしょうか、ということで、新鮮な牛もも肉の塊をフライパンにバターかサラダ油を入れて熱し、全面焦げ目がつく程度に焼き薄く切ります、うん、で、貝割れ、ラディッシュ、水でさらした玉ねぎ、クレソンなどあり合わせの野菜を付け合わせます、うん、小皿にわさび醤油やローストビーフのタレ、ポン酢などお好みの調味料を入れ、お肉、野菜をお肉で巻いてお食べください、ということですね。